リーンズ、ライオンズ最後の4連戦、マリーンズ3連勝で迎えたゲームは4年ぶりに唐川を先発に立てました。立ち上がり3人で結果終わります。中津と矢端さん、変わらないようなピッチングスタイルでしたね。しかも初回ね、いい形でスタート切りましたからね。はい、長谷川ショートゴロ、源田レフトフライ、佐藤龍生センターフライ、三者凡退のスタートでした。ライオンズの松本航、こちらはストレートがまず良かったですね。まあ良かったですよね、まあ、本当に強さもありましたしね、はい、まあ、本当こういいところに投げ切ってましたよね。初回は藤岡がヒットを打つも結局高得倒れて0、0対0のスタート。2回のカラターは先頭の渡辺ヒット、ワンアウトから山村がヒット、ランナーたまって鈴木のこの当たりは誰も取りづらいという格好のセカンドゴロ。この間に先制点がライオンズに入ります。ここですよね、ここで踏ん張れればですよね、カラカがね。続く小賀がセンター前タイムリー、ストライクワンからの2球目、ある程度フォアボールは出さずに頑張っていた、粘っていたところはあったんですが、ここで痛い2点目が入りました。3回です、唐川ですが、ここもワンアウトからツーベースを浴びたんですが、渡辺を空振り三振。ヨーカーはショートゴロと、結局この回でマウンド降りるんですが、いかがだったでしょうか。まあ、そうですね、まあ、本当にこうランナー出しながらですけど、粘り強さっていうのはね、まあ、本来の川からも見られましたし、ちょっとこう、ね、逆球が多かったっていうところがね、いい当たりこうされる感じがありましたけどもね、はい。で、松本から3回まで0というマリーンズ、円陣を組んで臨んだんですが、ポランコ見逃す三振の4回、山口は空振り三振と、まあ、外中心の配球で直球とスライダーというこの出し入れがとんでもなく効いてましたね。そうですね、またこうランナーを出すとね、なんか本当にこうギアを入れるような感じでね。で、マリーンズはここを2アウトから2人ランナーを出して、この悪送球で安田がホームをつくんですが、タイミングできればかなり手前でタッチアウトでした。そうですね、まあ、ここの走塁もね、もう少しこうねっていう感じですけどもね、まあ、積極的に行った分ここは裏目に出ました。で、松本から5回もマリーンズはチャンス、和田がツーベース出たんですが、岡は三振。さらに藤岡が今日2つ目のフォアボールを選んで、ランナーが溜まってまだチャンス、なんとかこの回に1点をというところだったんですが、角中空振り三振、ストレートで今日は封じられました。松本渉5回までランナーを毎回背負うもゼロ。6回です、ピッチャーは4回から森がマウンド、4回5回はゼロに抑えたんですが、6回フォアボールを与えてから山村、昨日はプロ初ヒット初ホーマー、翌日もヒットホームラン、完璧でしたね。完璧ですし、まあ、これはうまく打たれましたよね。打った瞬間の当たり、これはマリーンズにとっては痛恨の4点目が入るツーランホームランでした。7回も松本に対してチャンスを作ったんです、ランナー2人を置いたんですが、中村、失礼、これは6回ですね。さらには佐藤俊也、まあ、4回5回6回というのが2人ランナー出すんですが、点が入らないという、松本の粘りの前にマリーンズ点が入りません。そして7回です、ワンアウトから今日1番の岡、左中間へ第7号のソロホームラン。この4連戦いずれも打点という岡、ヒットも5試合連続というところでまず1点を返します。その後藤岡がヒット出て、さあイケイケ押せ押せという流れを作ったんですが、角中はレフトフライ、さらにポランコショートゴロと、今日はマリーンズチャンスを作るんですが、この3、4番で返すことができていません。まあそうですね、まあ1本が出ないですよね。松本がその要所をしっかり抑えてきます。で、8回平井が今日ホールドを上げれば通算100ホールドというところ、安田の前に山口がフォアボールを選んで先頭出たんですが、安田スリーボールからフルカウントまで行って結局363のダブルプレー。中村も倒れまして、平井が結局、まあ、ホールドのシチュエーションゼロで結果を出します。4回3点差、後のないマリーンズ。9回ライオンズは豆田を持って回りました。まだセーブシチュエーションの登板というところがない中で、2人のランナー出したんですが、このサード佐藤龍生のファインプレー、フォアボール、デッドボール、ピンチの後、結局最後は角中
セカンドゴロ。マメナがプロ初セーブをマークしました。平井にも通算100ホールド。勝ったライオンズは最終戦143試合目勝ってレフ放送席、放送席、そしてライトスタンド、レフトスタンド、ライオンズファンの皆さん、今日のヒーローは昨日プロ初ヒット初ホームラン、そして2試合連続のホームランになりました山村隆義選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは初のヒーローインタビュー、今のお気持ちいかがですか？いやちょっと緊張してます。そんな中、昨日に続いての今日のホームラン振り返っていかがでしょうか？そうですね、まあ、バットをしっかり、振った結果かなと思ってます。改めて昨日プロ初ヒットが出て、そしてプロ初ホームランも出ました。この2日間振り返っていかがでしょう？そうです、もう自分らしいバッティングが、できたかなと思います。ちなみにプロ初ヒットのボールと初ホームランのボールはどうしましたか？今手元にあります。はい、このボールはどうしましょう？両親にプレゼントしたいです。今シーズンは開幕戦を初の一軍、さらにスタメンという中で出場して、ただその後ちょっとファームでの時間もありました。この後振り返っていかがですか？そうです、まあ、悔しい思いをしたんで、しっかり練習取り組んでやってきました。ただそれが昨日今日でしっかりと発揮をされて、これ来シーズンにつながるんじゃないですか？そうです、まあ、いいアピールができたかなと思います。ライオンズは今日が143試合目となります。改めてライオンズファンの存在いかがでしたか？いやもう本当に、いつも熱い声援を、送ってくださり、本当に頼もしいです。ではプロ3年目、まだチームを代表するには早いかもしれませんが、はい、この143試合応援をしてくれたファンの皆さんに最後一言お願いいたします。1年間ありがとうございました。また来年も頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーローは山村隆義選手でした。いいアピールができたと本人も手応えを感じていた今日のツーラン。このツーランが勝利打点ではないんですが、マリーズにとっては痛い痛い